はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回は DHD サーフボードから新発売されたユートピアというモデルを2つの異なるコンディションで試してきました。いかがでしたでしょうか。波の方は1ラウンド目は結構かなり小さくて、風も強くてこうシャバシャバなコンディションといいますか、よくある、日本の小波といったコンディションでやりましたが、どうでしたでしょうか。でそして2ラウンド目はパワーの ある一宮海岸ですね。はい、うん、コンディションもまあまあ良かったですし、試すにはもってこいなコンディションだったんじゃないかなと思います。というわけで視聴者さんがどのように感じたかはわからないんですが、僕が感じたことは、まずは安定感、これはもうほんとすごい。 DHD サーフボードの中では多分安定感という点で一番いいと思う。おすすめするサーファーとしては本当に幅広いですよ。初心者から中級者に上がるサーファーもいいですし、中級者から上級者もいいと思います。サーフィンのそのタイプというか自分のしたいことによっても好みとかねでも変わってくると思うんですが、まあまあ置いといて置いといて、安定感がすごいその理由としては、まずコンケーブ、シングルダブルコンケーブなんですよ。で、ちょっとこう僕の感覚も含めて、紹介したいんですけど、シングルコンケーブっていうのは、水の通りが結構早いんですね、イメージね。でもダブルコンケーブっていうのは一回一回こう水をつかむような、サーフボードの下で水を溜めてくれるような、感覚があります。なのでそういった点でやっぱり、安定感が生まれてるんだなというふうに思います。
で、あとはアウトラインですね、結構幅広いんですよ。テールの方結構広くてノーズにかけてシュッとしてるように見えるんですが、意外とパドリングしてる、この脇の部分だったりとか結構幅あるなっていう風に感じます。まあ、そういった点においてもなんか安定感、がある要因はそこにあるんだなという風に思いますね。あと厚みもありますし、全体的にぷっくらしたイメージのサーフボードですね。なので本当に幅広いサーファーにおすすめできるモデルになっていると思います。長いこと喋ろうかなと、尺を稼いでね、長いこと喋ろうかなと思ったんですけど、なかなかそうもいかずに結構シンプルだったんで、このサーフボードがちょっともうサーフボード見せた方が早いですね。はい、コンケーブがこれちょっと GoPro で今撮影してるのでちょっとよくわかんないかなと思うんですけど、結構ね深いんですよ。わかんねえかな、わかんないかな、そんないよね多分ね。ちょっとこうやったらわかるかな、ちょっとわかるかな、ちょっとカメラじゃちょっとわからないか、しょうがないですね。でもすごいここのコンケーブ触ってわかるんですが、もうむちゃくちゃ山があります。ぽっこり深いです。はい、肉眼で見るとね、ほんとすごいっすよ。コンケーブがっつり入ってますから。はい、あとはやっぱデザインですね。これ僕がデザインしたわけじゃないんですよ。オーダーした人はね全員入ってます。で、色も選べます。はい、いろんな色あるんで、オーダーした人の特権でもありますよね。はい、であとはね、サーフボードのこの厚みね、結構レールの形はね結構こんな感じ。ただちょっと箱型ちょっと厚めではありますね。はい、でテールも結構ちゃんと厚いですよ。うん、テールも結構ちゃんと厚い。ノーズもなんか割とこうノーズの方は、厚みが結構削ぎ落とされてますね。なんか工夫されてますね。ドルフィンとかも結構しやすかったですし、うん、そういいですね。なんかバランスいいよね。はい、でこんな感じですね。アウトライン、ほらやっぱりね、テール広いな広いな広いなってきて、ノーズキュッとなってるけれども、パドリングするこの辺りですね、結構広いんですよ。ちょうどみんなねこの辺でドルフィンすると思うんですけど、ちょうどドルフィンするところ結構絞れてます。あ、なんかそんな感じちょっと今日はうまく説明できませんでしたが、そんな感じでした。ユートピアはDHD サーフボード初めて乗る人もいいかもしれないですね。そんな感じです。